皆様、こんにちは。ネサスエレクトロニクス株式会社デジタルプロダクトマーケティング統括部の川崎と申します。本日は、Get Ready for Vehicle Digital Transformation というタイトルで、ルネサスの Vehicle Digital Transformation 開発環境についてご紹介いたします。ニューノーマル対応のための車へのデジタルトランスフォーメーション導入トレンドが加速する中、デジタルトランスフォーメーションの成功のポイントは何でしょうか。まずは私の自己紹介になります。川崎と申します。10年以上にわたり、車載製品、特にコクピット製品の製品企画やソリューション開発を行ってまいりました。入社当初は CDLSI の担当をしていましたが、その後、世界初の iPod 制御ソフトウェア内蔵の SoC、システムオンチップを製品企画し、グローバルで販売いたしました。その時からデジタル革命とソフトウェアのメンテナンスの重要性を肌で感じてきました。弊社社債向け SoC の R カーシリーズにおいて、現在250社を超えるパートナーがおり、パートナー様と共にコネクテッドカー、自動運転、エイダス向けのエコシステムを強化しております。はい、早速ですがですね、皆様、最近携帯電話を買い替えたのはいつ頃でしょうか。そしてまた買い替え動機っていうのは変化していますでしょうか。まず左側の絵にご注目ください。1、2、3、4とですね、ハードウェアの進化によって、画面が大きくなっている絵を描いています。大画面化は近年の一つのトレンドではありますが、一方で大きな画面は手が届かないとか、操作しにくい、使いづらいといった話も昔ありました。これをですね、解決したのは UI の進化です。ハードウェアの進化を支えたのはソフトウェアでした。一方、右側の絵は2種類のスマホのタイプを示しています。一つは左側ですね、日替わりでたくさんのユニークで面白いサービスが動くスマホ。もう一つは、プリインストールされたサービスのみが動くスマホです。これらですね、どちらを選ぶかは、携帯電話自体にユーザーが何を求めるかによると思いますが、スマートフォンとしては HMI の進化によって、そして IT の進化にて、様々なデジタル体験がスマホで実現可能となりました。画面の大きさやベゼルの細さ、またパワフルな GPU でゲームがサクサク動く、5G への対応といったハードウェアの最下に加えて、魅力的なサービスプラットフォーム、提供可能なアプリケーションサービスがどれだけあるかが製品の価値になっています。一方で、電子決済も一般化され、皆様の個人情報は携帯電話の中にたくさん入っているのではないでしょうか。パスコード、パスワードもですね、頻繁に変えることを推奨され、覚えきれずに携帯電話の中に保存している人も多いのではないでしょうか。こうしたプライバシーを扱う端末として、セキュリティ対策も非常に重要になっています。さて、車ではどうでしょうか。ここでは主だった2つ、2パターンのですね、買い替えサイクルを記載しました。上2つですね。一番上の1つ目はですね、車を購入後使い続けるです。愛着も湧きますし、定期的にメンテしながら長く付き合っていきたいですよね。でも少しずつガタが来て、周りで走っている新しい車を見て、こんな機能があったらなぁと思うこともあるのではないでしょうか。上から2つ目ですね。2つ目はですね、近年よく耳にすることになったシェアカーやリースです。こちらは購入か乗り換えかを期限を設定して決定できるものです。定期的に新しい車が手に入る反面、少し割高になりますし、言っても3年経つと機能面では最新のものと比べて少し見劣りがします。また、一方で中古車の課題もあります。新しい車が売れ続ける裏で中古車は増え続けていきます。これらの車の価値を変えることは難しいのでしょうか。今、コネクテッドカーが車に新しい価値を与えようとしています。
一番下ですね、サービス追加による価値改革があるのではないかとルネサスは考えています。新しい機能のアクティベーションやサブスクリプションサービス、エンターテインメントアプリなどサステイナブルなサービス提供を受けることによって、今や自動車はそのライフ全般にわたって機能や性能を使いながら追加していく、改良していく時代に向かっていると考えます。もちろんこれは今後新車を購入する際の基準の一つにもなっていくでしょう。ここにはデジタルトランスフォーメーションが必要なのです。このような車のデジタルトランスフォーメーションには必要なものは何でしょうか。左側にありますように環境の変化と書いてますが、コロナ禍の影響で生活スタイルの変革も求められています。ニューノーマルと言われていますが、ニューノーマルに必要なサービスを今すべて見極めることは可能でしょうか。きっと難しいと思います。ニューノーマルでテレワークが定着していく中、仕事環境やユーザーの移動に対する価値創造にも変化が生まれていると考えます。つまり、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、家のリノベーションのようなものが車のケースでも求められるということです。状況に合わせたシステム、サービスの追加と更新、そして高度なプライバシー管理が求められています。IT クラウドの世界ではすでに実現されていることですが、車もですね、デジタルトランスフォーメーションによって、硬いハードウェアから変化に柔軟なソフトウェアな存在でなくてはならない、そういった時代になってきました。車体の維持メンテナンスもオンライン診断や、事前修理などが当たり前になってくるでしょう。右側のように、すべてディーラー店に持ち込まなくても解決する問題もあるはずです。そしてその場合、ECU を交換した際に必要に応じて速やかにソフトウェアも更新されると嬉しいですよね。こうしたコネクテッドなサービスの内容はデマンドに応じて毎日のように変化します。それに即座に対応できる柔軟な車を作っていく必要があるのです。ここからはデジタルトランスフォーメーションが生み出す3つの変革について、パートナー様の取り組み事例も含めてご紹介したいと思います。本日は3つ、車の価値に対する変革、生産性に対する変革、そして開発スタイルの変革についてご紹介いたします。まず車の価値の変革ですが、デジタルトランスフォーメーションがもたらすパラダイムシフトにて、ソフトウェアが車の価値を高める時代に突入しており、クラウドの世界ではすでにユーザーデータをサービスに変え、新たな事業に活用しています。サブスクリプションサービスビジネスが新たな潮流となり、ユーザーがその都度課金を気にしない、いわゆる込み込みプランといったものが出てきました。この実現においてはデータの活用管理、そしてシステム運用のためのインフラ整備、クラウド解析が肝になります。安定かつ堅牢性の高いシステム運用やフレキシブルなスケーリングが求められます。ここで AWS 様からビデオメッセージをいただいており、ご紹介したいと思います。AWS 様のデジタルトランスフォーメーションの取り組みについて、Amazon Web Service Japan 株式会社デジタルトランスフォーメーション本部長、広橋さやか様よりご説明いただきたいと思います。広橋様、よろしくお願いいたします。はい、皆様、こんにちは。AWS の広橋と申します。私は AWS の中でデジタルトランスフォーメーション本部を担当しております。今日はお時間いただきまして、弊社の自動車業界における取り組みをご紹介させていただければと思います。はい、まずですね、弊社なんですけれども、Amazon 本体で様々なデジタルトランスフォーメーションを行っております。まあ、皆様よくご覧になったことがあるかと思いますけれども、Amazon Echo ですとか、あとビデオストリーミングサービスの Amazon プライムですとか、あるいは Kindle とか、こういったですね、さまざまな新しいお客様の体験を生み出していく、それが弊社のモットーであります。そしてですね、このさまざまなトランスフォーメーションを支えているのが、Amazon Web Service のプラットフォームになっております。Amazon
ウェブサービス AWS はですね、2006年に創業しました。当初はですね、非常にこれは危険な賭けではないかというふうに、揶揄されたというふうに、当時のビジネスウィークなどでも言われたそうなんですけれども、今ではおかげさまでですね、成長を続けておりまして、自動車業界のお客様にもたくさん使っていただいております。こちら、ガートナー様の評価でもですね、10年連続でクラウドのリーダーとして居続けていただいております。そして自動車業界のお客様、さまざまなお客様にお使いいただいています。こちらはですね、ロゴの使用の許可をいただいたごく一部のお客様になりますけれども、世界中でいろいろな自動車会社様、それからサプライヤー様などにお使いいただいております。自動車業界のお客様になぜ選んでいただけるかというポイントについてちょっと考えてみたいと思うんですが、一つはですね、やはり自動車業界のお客様、今ケースとかマースとかですね、新しい取り組みがどんどん始まっていて、差別化するところにできるだけ資源を集中させていきたい。逆に言いますとですね、インフラとかの維持運用とかには人手をかけたくないというようなニーズがあるかと思います。でさらにはですね、イノベーションを次々と起こしていくために新しいテクノロジーをどんどん使っていきたいと思うんですけれども、その時にもですね、あらかじめクラウドのプラットフォーム上で用意された AI とか IoT とか、そういった最先端の技術を使うことができるっていうのも大きなポイントかと思います。さらにはですね、不確実性への対処ということで、新しい取り組みですので、どれぐらいですね、そのサービスがご利用いただけるか広がっていくかっていうことは、なかなか最初から予測するのが難しい状況ですね。で、そんな中でも、クラウドのですね、キャパシティを自由に後から広げることができる、スケールできるというメリットが大きいかと思います。そしてですね、もう一つ、リスクの低減ですね。やはり、さまざまなデバイスがつながっていきますので、その中でセキュリティというのが最重要事項になるかと思います。このセキュリティが担保されたプラットフォームであるということも重要なポイントかと思います。で、こういった自動車業界のお客様のチャレンジ、ニーズにですね、弊社のクラウドがマッチしていることによって、多くのお客様に選ばれたのではないかというふうに思っております。そしてですね、今では OEM、グローバルの上位10社のお客様ですとか、ティア1サプライヤー様のほとんどのお客様に、コネクティッドカーですとか、自動運転のプラットフォームとしてお使いいただいています。で、さらにはですね、リサーチ会社によって、コネクティッドカーのクラウドプラットフォームとして、いろいろなところで1位など受賞をさせていただいております。そしてですね、2020年、今年にはですね、約1500万台の車が弊社のプラットフォームへつながっている予定です。では、ここで少し事例をご紹介したいと思います。まず一つ目がですね、TRAD 様。こちらはトヨタの自動運転開発を行っているお客様ですけれども、こちらで自動運転用の地図生成プラットフォームとして AWS を採用いただいております。またトヨタ様ではグローバル展開されているコネクティッドカーのプラットフォームでも弊社をお使いいただいてまして、マイクロサービスの活用によりですね、効率的に開発をしていただき、複数のリージョンに展開していただいています。さらにですね、スタートアップのティア4様、こちらでもですね、自動運転の中核となる IoT 基盤に AWS をお使いいただいていますし、ソニー様ではですね、今年のセスで非常に大きな注目を集めましたビジョン S、 こちらのプラットフォームとして AWS を採用いただいています。さらにケース領域だけではなく、マースにおいても利用がされておりまして、例えばモネテクノロジー様、こちらまでもですね、モネのプラットフォームとして AWS を採用いただいていまして、で、現在はエコシステム構築をですね、弊社とともに行っているところです。さらに、小田急電鉄様、そしてバル研究所様が共同で作られた、マースアプリのエモット、こちらの実証実験においても AWS を活用いただいています。このようにですね、様々なお客様に選んでいただいている AWS なんですけれども、ルネサス様とも取り組みをさせていただいております。で、こちらはルネサス様が開発された R カースターターキットプロというのがありまして、
で、このスターターキットと、それから、同じくルネサス様が開発されたコネクティとか SDK、これを組み合わせて使っていただきますと、弊社のクラウドのプラットフォームに簡単につなげていただくことができます。そしてその上でですね、車両のデータをシミュレーションしてアプリケーションを開発をしていただくことができます。さらにはですね、弊社はルネサス様と一緒にこの開発者向けのワークショップというのを行っておりまして、この R カースターターキットプロを活用していろいろな開発者の方々にですね、簡単にコネクティッドビークルアプリケーションを開発していただきたいと思っております。そして弊社これからもですね、ルネサス様と一緒にお客様に新たな価値を提供していきたいというふうに考えております。本日はどうもありがとうございました。 AWS 広橋様ありがとうございました。そしてですね、 AWS によるメタ AWS の取り組みと R カー H3 AGL を活用した AWS IoT グリーングラスのデモをこちらでご紹介したいと思います。Hello everyone, I'm excited today to demonstrate how you can use the Renesas R-Car and the AWS Cloud to build your next generation automotive gateway solution. We're going to start with some simple steps here where I'll show the hardware we're using for a very basic prototype, then move on to the software integration side, and then finally to how the R-Car delivers data to the AWS Cloud.First, I'm using the Renesas R-Car H3 starter kit with a USB Wi-Fi dongle and an MTK3339 GPS module. The USB Wi-Fi dongle simplifies the network setup where I don't need to pull Ethernet. The GPS module demonstrates the basic capability of having a GPS sensor for the gateway.To get this all running, we need to perform three basic steps. First, we will need to integrate the software stack to the R-Car image. The R-Car naturally runs automotive-grade Linux, so what we will want to do is produce the usual AGL demo along with AWS IoT Greengrass. To do that, we'll build our image by using Meta AWS.Which is a bit-baked metadata layer for AWS off-cloud software. We will include that into the AGL build, so you'll have very little to do to include IoT Greengrass out of the box. Once the build completes and is flashed to the device or running from microSD, we need to provision the device. When we do this in production, we'll probably want to use an automotive-grade TPM to store the device private key and certificate that we use to connect to the cloud. But right now, we will just provision manually. I can create the credentials on the command line and also create and deploy the AWS IoT Greengrass group on the command line. Now what we can do is reboot the device and the device connects automatically to the AWS cloud. But we want to actually send some data. We have our GPS connected, but right now, nothing is reading the data. So what we can do now is write the code for the GPS using AWS Lambda. We can then deploy the code from the cloud to the device so you can start reading the data.Once the Lambda function has been deployed, IoT Greengrass can start reading the GPS data and relaying that to the cloud. Of course, you might not want to send the GPS raw data to the cloud because the Lambda function could massage the data first and send only the most essential data to the cloud to reduce costs. Now, looking at the cloud side, you can see the data coming in. From there, you can do a lot of different processing depending on your use case.For more information about integrating the R-Car, you can browse to the Meta AWS project and the Meta AWS demos walkthrough for the Renesas R-Car. See the links below for more information. Thank you for taking the time to learn about how you can use the Renesas R-Car and the AWS Cloud to build your next generation automotive gateway solution. はい、AWS 様ありがとうございました。さて、次ですけれども、次にはですね、生産性に対する変革になります。
生産性向上への変革として移動することがビジネスとなっている業種、例えば商用車とかですね、商用車においては不稼働時間、いわゆるダウンタイムがですね、重要になりますので、これらにはですね、予知保全、特に予兆保全等々が重要になっております。クラウドコンピューティングとエッジコンピューティング、こちらでは車という意味ですね、のですね、協調によるセンサーフュージョン、これにですね、AI 技術を組み合わせたようなデータ解析というものが求められます。パワーがあるのはクラウドコンピューティングですが、インターネットにつながらないときとか、またですね、リアルタイムの応答が必要なときは、エッジコンピューティングが役立ちます。クラウドネイティブなアプリケーション、サービス実行環境の構築について、お客様向けの提案を IT ベンダー様と共に進めております。3つ目、最後ですけれども、開発スタイルの変革です。ニーズ、シーズンの変化に追従することが、ユーザーにとってメリット、イコールですね、企業への信頼につながることになります。自社目線では、従来型の作り切りのソフトウェアから、アジャイルやイテレーション等ですね、新たな開発スタイルの導入も検討する必要がありますし、お客様、ユーザー目線ではサステイナブルに、高品質なデリバリーを提供してもらうために、CICD、コンティニアスインテグレーション、コンティニアスデリバリーといったようなものがですね、必要になります。またですね、そのためには、開発とオペレーション、DevOps、によるですね、運用効率の向上というものにも対応していく必要があります。そうですね、社債ソフトウェアにもですね、デジタルトランスフォーメーションというものがですね、必要なのかなというふうに考えています。社債はですね、息が長いので、そういったクラウドネイティブな実行環境、アプリケーション、サービスの実行環境を作るためには、最先端の技術とフレキシブルにつながる必要があるというふうに考えます。オープンが当然すべてではありませんが、オープンなインターフェースや、フレームワークに対応するということが今後、重要になると、ますます重要になると考えております。ルネサスはですね、アップストリームファーストというものがありまして、その中でオープンコミュニティのメインストリームに対して多大な貢献を続けております。このページはですね、IT による社債ソフトウェア開発の変革といったところで記載しています。以下のような技術がですね、今後、社債にも求められるというふうに考えます。時間限られていますので、詳細の説明は割愛しますが、Docker コンテナやですね、ハイパーバイザーとのですね、仮想化技術、またですね、HTML5 とか JavaScript のようなですね、Web ランゲージの対応、そしてそれを動かすブラウザの対応、またですね、先ほど述べました CICD や宣言型の API、そういったものがですね、今後必要になるというふうに考えます。そしてですね、最後に少しだけルネサスのですね、開発プラットフォームについてご紹介したいと思います。モダンなテクノロジーでですね、社債向けの DevOps を支援する R カー環境といったものをですね、現在ご準備しております。ご提供したいと考えております。これらの技術をですね、そのまま R カーの上で動かすこと自体は簡単だという方もいらっしゃるかなと思いますが、そうかもしれません。ただですね、実際にこのシステムに対して組み込む際にはですね、これらの組み合わせに対する設計への考慮や、社債要件に照らし合わせていくといったところが肝であり、ここは難しいところです。またですね、E アーキテクチャの変革といったものがですね、今語られていますが、それについて対応する必要がありまして、実際には ECU 間、またですね、異なる OS 間の連携、複数のサービス間の連携、そういったものに追従する柔軟な車を作るためには、まず柔軟な車載インフラが必要になります。これらのですね、技術要素が R カーの上で動作する。このリファレンス環境をですね、現在、ルネサスはですね、EPAM 社等ですね、R カーコンソーシアムパートナー様と共に準備しております。実際には、ルネサスはですね、これらをリファレンス環境としてお客様に提供、パートナー様と一緒にですね、技術的にご支援させていただくといったスキームになると考えております。またお客様とのですね、実際の社債プラットフォーム構築においては、AWS 様との連携も引き続き強固のものとして進めてまいりたいと思います。で、こういったですね、プラットフォームで作ったですね、ソフトウェアのコンポーネントをどうやってお客様に届けるかですが、
マーケットプレイスにてですね、デリバリーできるよう調整してまいりますので、今しばらくお待ちいただければというふうに思います。まとめになります。ルネサンスエレクトロニクスはですね、オープン、イノベート、トラストといったものをポリシーに、長年培った社債ビジネス実績とノウハウを生かして、社債要件を満たすデバイス開発を進めてまいりました。一方で、ハードウェアとソフトウェアが切り離せなくなる世界を早期に想定し、IT ベンダー様との協業にて、さまざまな社債向けのオープンプラットフォームの開発を続けております。車がですね、インターネットをはじめとするさまざまなネットワークを介して、さまざまなデバイスとつながる中で、ルネサスは柔軟な車を作ることを目標に、お客様のご要求事項やアイデアを具現化して、パートナー様と共に、価値を最大化するための技術観点でのご支援をですね、引き続き行ってまいりたいと思います。以上でご説明を終わりたいと思います。